うまい。リンゴうまい。早めですが始めました。こんばんは。今日は早い。私でもね、一回さっき遅刻したけどね、一昨日だっけ。私基本時間ぴったりに来ますからね。今日はちょっと早めにしました。まあ人間中もな、一回の失敗っていうのが一生引きずるもんですな。ありがとう、ハート3つ。そう、リンゴ食べてました。ということでね、撮影が終わって帰宅してきましたね。うん、美味しかった。ブルーお似合い、ありがとう。そう、メンバーは上美ちゃんとかあったかな。でもそんなにゆっくりと人と話す時間がなかった。あやねちゃんもいたよ。そうですね、3月の3日にですね、 AKB48 劇場に出演させていただくことが決まりました。そう、ボキボキ。いや、久しぶりですね。そうです、結構忙しいですね最近。ありがたいこと。キープ。真っ赤にしちゃった。ま、塗りすぎだ。まんまんまんま。まあいいでしょう。あよ。当選したいね。当たりますように。あ、でもどうなんだろう。でもマチャリンさんの生誕祭だから、マチャリンさんのファンの方が、まあ、たくさん入ってくれたら嬉しいかな。やっぱりね、生誕祭だからね。2月は劇場出てないかもね。エースのペットマークエースさん、ありがにくまん。今日もシュートお疲れさですか。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は撮影でした。うん、なんかこれ綺麗でね。こんばんは。今日おしゃれな格好だね。ありがとう、お気に入りだよ。こんばんは。ルージーよか、ありがとう。C カップで切り気が上がってたよ。あら、そうなの。ハンズカッティにラバーあんのけでやったももちゃんのブランコ楽しかった。すごい、めっちゃ昔のこと聞いてくるやん。楽しかったよ。5日に鉄なで、6日に雫公演なのも嬉しい。あ、確かにね。ちょっとまだ出演メンバー発表されてないけど、どうなんでしょうか。こんばんは。もし、まあ、マジョリンさんも好きで生誕祭行くっていう方はあれですよ、マジョリンさんのもうたくさんの、まあ声は出せないんですけど、メールを送らないといけないよ。うん、まんま。まさくまさん、ありが肉まん。肉まんだ、肉まんだ。しずく公園行きたい。コロナ憎い。
そうだよね、こらね。最近仕事多めでハッツの体力心配。いやいや、全然仕事そんな選抜の方とかと比べたら全然少ないっていうか、まあ、まだまだですし、選抜入りたいって言ってるのにこの仕事できついって言ってたら一生選抜入れないですからね。まあもっともっと頑張らないといけないですよ。でもなんかありがとね、そういう心配もしてくれて優しいですね。ねえ、なかなかね、お手紙とプレゼント届けてから受け取ってね。ほんと？やったー、これで安心安心。なんかたまにさ、こう劇場公演たくさん出てる時とかだとさ、プレゼントがね、こう、まあ、ない、私だけないっていう日があるんですけど、なんかそういう時ちょっとたまに切なくなるから、今回はね届けてくれたということで安心ですね、安心ですね。そういうことはないということで楽しみに待ってます、お手紙と。あら、ラスト勤務、頑張れ頑張れ、頑張れ、頑張って。ゆうね、ゆうちゃんさん、ありがファイター、ありがとう、ありがとう。そうよね、とても頑張ります、ありがとう。そうですよね、そういえば違う方のライブで会った子がはつかちゃん選抜に本当にそんなこと熱弁してくださる方いるの、嬉しい、ちょっとその方呼んで呼んで嬉しいって言っといてありがとう。泣いちゃう、泣かないけど、でも嬉しい。なんかそんな私が選抜に入らない、入ってほしいなんて熱弁してもらえることなかなかないから嬉しいね。成功とってさん、あんまがありがとう、こんばんは。プレゼントやお手紙は劇場に送ればいいの。そうですね、劇場に送れば届きます。チームようちゃんさん、チームようちゃんさん、ありがたこー、ありがとう、ありがとう。選抜、そう、選抜発表されたんですよ。そうなんですよ、ただちょっとそれについて SNS であんま触れてないから、で触れないといけないなって思ってたんですけど、なかなかねタイミングというか何を言えばいいのかがね本当に難しくて、ちょっと遅くなっちゃったけど、そうですよね、そう、選抜発表もされて、そう、あ、ヒカルンがハッツからの誕生日プレゼント喜んでた、嬉しい、喜んでくれて。なんか誕生日プレゼント買うときってめちゃめちゃ緊張するじゃないですか、プレゼント人にあげるときって喜んでもらえるかなって、だからすごい私も緊張してたんですけど、嬉しい、喜んでもらえて嬉しい、ありがとう、もうその言葉だけで嬉しいよ、ありがとう。こんばんは、顔綺麗ですね、そんな、ありがとう。今日撮影だったからさ、自分の顔をめっちゃ見たんだけど、なんかもうゲシュタルト崩壊を犯しちゃったし、周りのメンバーの顔が綺麗すぎて、ちょっとね今自信なくなりそうだったから嬉しい、ありがとう。あと肌荒れがさ、肌荒れの薬塗ってるからファンデーションがあんま綺麗に塗れなくて今結構まだらになっちゃうんですよ。だからさ、なんかそういうのも含めてさ、うわあの子肌白いな、私はこんなに肌肌白い羨ましいなとか、まあ別に肌が白いのが美しいとかそういうわけじゃなくて、私の好みが肌白い女性の方って魅力的だなっていう私のこの好みがあるだけだからね、そこはまあご了承いただき、あのそうちょっと憧れるんですよね、自分も肌白い色黒の方なので憧れるなとか、わあの子目大きいなとか、あの子彫り深いなとか今日もずっと思ってねそう、あ肌綺麗だなとかね考えてたらちょっと悲しくなっちゃったから、すごい分析をしてパフォーマンス力もすごくてって言ってて、共感すぎてヘッドバンしてきた、私もヘッドバン一緒にしようこんばんは、嬉しい、ありがとう、そんな方がいるなんて。しんちゃんとマーク、ゆいはん、ハート、ゆいりーさん、ありがとう、肉もありがとう。ゆいはんさんとゆいりーさん推しの方なんだ、プレゼント緊張するよね、
あ、また言われた。そう、クレオパトラってね、言われるんですよねってメイクさんに言ったら笑ってた。プレゼント緊張するよね。サイズぴったりだった。よかった。本当？ショーパン？ショーパンなんか履いたっけ？あ、本当に色気が出てきました。あ、ありがとう。私ダンスの先生に色気がないランキング第1位って言われてたから嬉しい。嬉しい。チームようちゃんさん、ありがたこちゃん。でも自分ももっと自信を持ってただ熱くですって思えるように、まあボディメイクだったりとか、まあ、メイクの研究だったりとか、表情の勉強ももっと頑張らないとなと思っておる。そうそう、宍戸カフカさんもね、今日メイクさんには宍戸カフカさんに似てるねって言われたんですよ。ああ、最近よく言われるんですよね。でもあとクレオパトラも言われますねって。だいたいね、黒髪で前髪がパッツンな人に似てるねってだいたい言われてきた、最近切ってから、ね、服の色めっちゃ綺麗でしょ。チンビオチェス、ありがペンライト、ありがとう。トゥ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 ルトゥトゥ、いいんだよ。人が幸せになる言葉をかけられる人って素敵だと思うから、なんだろうな、それが真実かどうかは置いといて、その人が幸せになる言葉をかけれる皆ファンの方が、もう宇多田はね誇りですので、あ、誇りっていい方の誇りですよ。だからいいんですよ、それで。ありがとうね、いつもこんばんは。なんかね、もう前髪パッツンなだけで言われちゃうんですよね。ひるぎさん、ありがハート。なんかその生写真なんて撮ったっけ、ショーパンの。これこれか。てて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 てひるぎさん、ありがハート。ドゥルドゥルドゥドゥ、これ生写真か。読み込まないな、ネット環境悪いんですよね最近。はっ、あれ、私じゃない。髪型定期的に変えたらいいんじゃない。うん、今はこれにしようかな。なんだろう、なんか自分がやりたい髪の毛出てきたら変えようかなと思ってる。そうなんですよ。I'll start。 あれ、何これ、こんな写真入れられるの、知らなかった。ファッションショーの時の写真が入ってる。これみんな。あと3つありがとう。ワクさんもありがとう。花たくさんありがとう。ありがとう、ワクさん。遠くのアンダーさんもありがとう。ミッサーの生誕グッズのデザイン見た？見てない。見てないわ、見てない。今日メイクさんにメイクしてもらったの、ちょっと自分で足したけど。15分経過したって。ジョンマイラブの稽古忙しい？ん、そんな忙しくないよ、まだこれからかな。あのリボンはそうだね、妹、あ、違う、妹のじゃない、私の。ハウスダス
タッフさんが撮ってた、そうそうそう、でもスタッフさんが撮ってたんだね。こんばんは。あ、明日やっと福袋届くんだ。もう1月じゃない、もう1月終わって2月後半だけどね。そうそうそう、新曲楽しみだよね。まだ私も新曲聞いたことなくて。ドゥ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 さん、ありがとう、ありがとう。そうね、どんな曲なんだろう、楽しみ。夜ご飯はね、食べたんですよ、今日お腹すきすぎて。撮影の現場にお弁当があったんだけど、終わった瞬間爆食いしてしまいました。もうね、急ピッチでの衣装でね。でもなんか私は本当全く知らないから、まあなんか言えるんですけど、だってもうこれはファンとかだと同じ土俵に立ってて同じ、まあ、感想を言うだけなんですけど、あの集合写真とか見た感じなんかかっこよさそうですよね。ひーちゃんがセンターってこともあってかっこよさそうだなって思う。そう、かっこよさそう。2月堂の生写真、ショーパン姿だよ。あ、そう、みんなすごい、ありがとう、購入してくれるの。こんばんは、久々に来ました、ありがとう、かわいい、ありがとう。新曲のお話し会またあるかな、どうなんだろう、握手会ね、どうなんだろうね、まだお話し会じゃないかな、わかんないや。こんばんは、ハッチ、こんばんは、フォローしました、ありがとう。最近可愛くなったね、まつい。まつい、ありがとう。ひーちゃんね、ひーちゃん紫になったね。確かにパンツスタイル踊りやすそうだもんな。楽しみ。衣装なんか宇宙服みたいだったね。確かにちょっとキラキラしてて。ネモハモほどではない？そっかそっか。ラランタンタラタン。楽しみ。ちょっと待って、ちょっと待って、楽しみ。まあ私もいつかね、選抜に入れるように、頑張ります。頑張ります。なんか頑張りますって言葉、頑張ります。うん。確かにオールズボン意外ですよね。うん、確かに今まで地方にいた方は行きにくかったけど、お話し会になったらできたもんね。そういうのはいいよね。What time is it now? あ、まだ15分か。ん？そうか、ちょっと早めに始めたから20分か。最近もいろんなことあるよね、本当に世界でも。大変だよね。今こうやってみんなと話してるのも、本当。奇跡ですわ。今日はね、お仕事あったからそんなに歩いてないよ。疲れちゃったんだ。ちょっとさ、本当はリング完成させれてないからさ、ちょっと歩きに行きたいんだけど、ちょっとさすがに夜遅いのと今日疲れちゃって撮影で。普通にお風呂開いて、ああ、あくびストレッチしてプランクして、あと筋膜ローラーやって寝ようかなって思ってます。そう、最近毎日一番すんごい歩いてるわ。今日はね、
そうずっとお仕事でアップルウォッチもつけてなかったからそんなに歩いてないんですよ。5352歩とかなんだけど、昨日は15396で、その前が14700とかで、その前が17489で、その前が10001000で、その前が25000で、その前が6800で、その前が17800、その前が20000っていう感じで毎日1万歩以上歩いてるんだけど、元気だな私、元気だな。筋膜ローラーって効果あるの？まあある程度あると思いますよ。で私はそうだね、筋膜ローラー苦手でちょっと、でもなんか私が足下半身が、もうちょっと細くしたいんですけど、なんか筋トレも大切だけど、こうやってねお肉を揉みほぐすことも大切かなと思って、で筋トレは私なんかあんまり足筋トレすなんかあんまりなんか足なんて言うんだろうな、筋トレで見た目が良くなる気がしなくなっていたというか、なんかちょっと筋肉太りみたいな見た目をしてるなっていう風に思ったから、筋トレはね3日に1回くらいにした。毎日はちょっとまあ大変だし、ちょっとあのなんかお母さんにあれこんな筋肉みたいな足だったっけってさっき言われちゃったから、減らそうと思って3日に1回にして、だいたいねだいたいで、ストレッチはね毎日してます。足のストレッチ、腹筋っていうかそのプランクがまあほぼほぼなんかプランクの腹筋っていうか、かな。まあ続けれる範囲でゆったりと続けたいと思ってます。そうトゥ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 、チームヨーチャンスありがペンライド。まあ体力つけるのも結局筋肉が必要だと私は思うんですよね。筋肉なくてさ、なんかヒョロヒョロだったり体幹がなかったらさ、多分体力つかないというか安定しないんじゃないかなと思う。ねえヒカルン、明日コスプレ配信するんだ。何をするんだろうね睡眠大切だよほんまに。かわいそう面白い。見て、妹がご飯食べてたら隣にパピが来るから、妹が嫌だって爪研ぎはパピと妹の間に置いたらポコちゃんが入ってきたず。あ、ちなみにポコちゃん側に妹がいます。ほらパピを隔離したらポコちゃんが入ってる。かわいい、かわいい、かわいい半分。そして鼻水から入るから嫌だって隔離された犬、かわいい。ちょっとね、確かに緊張でしたら体力つきそうだよね。眠い、今日はとても眠いよ。おお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 、眠いですね今日は。明日もお仕事だけど、明日はね今日よりももっともっと始まるのが遅くて、もっともっと遅い。そうカンパバン、そうだよシノザだよ、ミニチュアシノザだよ。もっと遅いからもうほぼほぼ一日もう夕方、本当に夕方、今日はまあお昼と夕方、お昼夕方っていう時間だけど、
明日はもう本当に夕方からお仕事だから結構前半暇なんだけど、私その次の日に結構大事なことが用事があって、まあ、ちょっとお仕事関係ではないんですけど、ちょっとそれもやらないといけない、やりたくない、でもやる、やりたくないわけじゃないんだけどね、ちょっとまだやんないと、頑張んないと。でその次の日は、そうそう、でその次の日に予定があって、でその次の日は3月1日にイベントがあるんだけど、そのリハがあるからその練習もしないといけないな。今のうちにしないといけない、27、28の午前でやらないといけない。で1日は一遍とにさせて、てで3日に劇場公演を出演を決めていただいたので、3日は劇場公演に出演してきます。楽しみだね。なんかいい感じに微妙に1日空いてます。1日はぁわわわあくびが出ると鼻の穴が広がる。顔の中サラサラにしてもらいました。サラ、ういてててたたたたていていたてい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 どどどどどわあてい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 りり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 りてい、よし忘れてなかった、あぶねあぶね、たくさんありがとう、ハート配信で見るね、ありがとう。3月1日の髪型決めてない、おやいやいやいやはいやばばばわあその前選ぶのも、だってうんちょっと練習忘れないうちに練習しとかなきゃと思って、トゥ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 重い重い、いやしゃっくり始まった、しゃっくり始まりました。ひやぎさんありがとう。セリフはもうでもいっぱいあると思います。さやりからおっしゃってんの、いやルンバちゃんですかね、高岡かおるちゃんに教わりました。せいえいノリノリ、足元、お手元、日々でもこれは全部で何回わかんないなわかんないな、遅くなってごめんね、いいかな、待ってたぞバナナ食べる、バナナ食べる、半分だけどね、クイクイクイ塩昆布を塗って
今日のお弁当はね、私が選んだのは鶏のつくねの弁当です。美味しかった。きた皮が、バナナの皮が、そんでバナナ、お、ハッツが出る回と手伝いの回だった、楽しみ。へえ、そうなんだ。私も自分の初日がいつか知らないんですよ。愛媛そう、ちょっとまだ自分の初日も分かってなくて、早く知りたいよね。あたいも知りたい、いつ出るのか。明日もとに予定もと、友達とプロプリクラやっぱなくしたとだから携帯に入れとこ。え、チャキーン、パワーアップ。やばい、私のホーム画面が小松菜奈さんのことがバレちまう。大丈夫、録画面、録画面はポコちゃんです。安心しない。明日撮ってくらいで発表される。マジ、マシュロちゃんもそのうちジョンマイラブ出る、今のところ出ないんじゃないかな。と一応私たちが最後のはずだから、予定では多分私たちで最後かな。まあこんな感じかな。みんな配信はあるけど、なんか気球忘れたこととか特にないですかね。で最近運動してると1時間くらい経っててさ、夜もう寝る時間になっちゃうんだけど、どうすればいいんだろう。早く準備すればいいのか。愛媛ね、どうやって行くかだよね。お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます。ゴールデンウィーク、確かに。おー、夜行バスでも、夜行バスあるのか。シャモヨー、シャモヨー、シャモヨー。夜歩くの危ない？夜歩くの？運動はね、あのストレッチとかだから家でやってるよ、部屋の中でやってる。夜おだいり黒っぽい髪戻りましたが、どうお考えですか？私は好きですね、黒っぽいの。劇場は、夏休みから無料の送迎バスがあるんだ。そう、なるほどね。みかん食べたい。家族も愛媛の公園見に行きます。今のところ予定はないですね。行きたいなとは言ってるけど、ちょ、来るかはまだ不明。確かに昼間の公園だから日帰り可能。確かに
朝めっちゃ早いよね。でもだって10時とかな帰るんでしょ。10時半とか帰るんだから。週末中に予定もちょー、なんかインスタグラムって何あげればいいのか分かんないな。ね、新曲ね、撮影してるメンバーみんなカラコン入れてるよね。まあいろいろあるんじゃないかな、私には分からないけど。寒い、観光したいよね。足痛い。あらららららら、あららカタプラツルリンコ。ちょっと痛い。だよ、全員なの？いや分からないな。私は写真見た限りしか、私はちょっと MV 撮影の現場にいなかったので。でも上がってるインスタとかの写真見てたら、あー音楽流れた、音楽結構みんなつけてる。エイトの舞台の稽古はいつからかな、私もわからないかな、まだかないかな。でも5月でしょ。4月じゃね、もう早く始めたとして3月じゃねじゃね、3月じゃね。うどさんにがハート。優しくつぶる、優しくつぶる親友、ネイチャーペガサスイーグルシャークパンサーさん、ありがとう。結婚してありがとう。あちゃいかわいい、ありがとう。ドナルドトランプさんにがレインボースター。誰配信でもつけてた。まあ岩かけるは 2.5 次元舞台だから、その多分 2.5 次元だから元のキャラクターの目の色に合わせてるんだろうけど、でも私がのどかちゃんやった時はね 2.5 次元だったけど、カラコンは入れなかったな。でも入れてる人はいた気がする。あーちょっとブラツロリンコ、なんか楽しい話したいけど今日頭回らなくて思い浮かばないな。思い浮かべません。普段コンタクトしてますね。普段メガネかけてなかったら大体毎日コンタクト入れてます。今もクリアコンタクトを入れてます。早く休もうかな。誰か、なんかでもなんかちょっとさ暇じゃないんだけどさ、暇なんだよね。わかるかいこの気持ち。暇じゃないんだけど暇なんだよね。はカラオケ歌う。私イヤホンがないな。勉強でもすっか。勉強するわ。勉強しようかな。うん。な。いけたもん。あら、すごい。試験三。マジで可愛くて好きです。ほんま。ほんまか。
ありがとう。やってないてる時もトン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 。人生って何だろう、何でしょうか。ハッツのエンディングドレス姿みんな見るときあるかな。着れるかな、ウェディングドレス。ビーズソファー、ドナモシ、どういうこと、下謎、どういう意味、ドナモシ、ドナモシっちゅうのはどういう意味でごじゃるか。昨日はちょい夜ふ、ちょい夜更かし。ああ、そういうこと？舞台でウェディングドレス確かに着てるわ。ポリポリ。ほんとだね。やだーん。やだーん。こうしちゃうの？ウェディングドレスなんだ着ちゃうの？おんわわわ。新婚旅行の自撮り待ってます。鼻ほじってないよ。鼻のここにある、ここの鼻より先の出てるところのここが痒いから描いただけだよ。鼻はほじってないよ。本当に可愛いよ。本当か。ありがとう。素直に受け取るよ。ピュピュピュ。本当のウェディングドレスか。どんなの着たいかな。どんなの着たいだろうな。なんま、なん、なんだろうね、ここ美中とかそういう名前あったっけ。ね、お鼻が私曲がってんですよね、ちょっと右に傾いてる。ウェディングドレス、ウェディングドレス。小説ブチェンでも使われておりましたぞ。ナモシー、へえ。ん？新婚旅行どこ行こっかな。どこでもいいや。お、お風呂入ってきたの早いね。和装よりやっぱりウェディングドレス、ウェディングドレスかな。だって和装したらどうなんだろう。でも今現在だからいろいろなやり方があるか。でお母さんはウェディングドレスも着てたけど和装だったんですよね。で、あの髪の毛もねまとめてたんだけど、ウェディングドレスかな、どうなんだろうね。半沢直樹の名台詞ハッツ言ってみて。倍返し。みんなどこかしら曲がってる。あ、そうだよね。2回くらいお色直しできるか。あ、まあそうよね。ひえひさんありがとう。そう、今日は真っ青の服着てる。あ、色似合ってますね。ありがとう、レティーン。カナダもいいよね。私一時カナダ好きだったな。ひえぎさん、ありがとう。確かさ、宇宙旅行、宇宙行ける人のさ、条件ってさ、身長158センチか159センチか190センチまでで、体重が50キロから何キロだったっけな、80度だったっけ、そんくらいだったよね。結構意外にシビアな。わかんない、どこ情報なんだかちょっとわかんないけど、てか積分サークルさんの動画見たら言ってた。結構シビアなんだなと思って。だって身長158センチの時点でいけない方いらっしゃると思うしさ、体重50キロもさ、女の子で50キロいってない方もいらっしゃるだろうし、結構厳しいんだなっていう。
男性の方がいける割合多そうですよね。ひえぎさん、ありがとう。ありたけ。ああ、いいね。パピとピコちゃん。結婚してほしい。そうそうそう。シャモーイ。ドレス。にくまちゃんヘア。かわいいね。くまちゃんヘア、懐かしいな。そう、ゆりさんが編集1個は1個2個くらいかな。ちょんまえは髪を切る必要だったらどうする。いや、ワンちゃん切らなきゃいけないんですよね。私なんか前1回半年以上前にカツラ合わせしたんですよ。カツラのサイズ、頭のサイズ測ったんだけど髪の毛伸びちゃって、ちょっと頭が大きくなっちゃって、髪の毛の分測り直してさ、なんかこんくらいがまあギリかなって言われたんですよ。で、今伸ばしてるんですけどって言ったら、うん、こんくらいがって言われて、ワンちゃん切んないといけないかもしれない。それはちょっと無理、それはちょっと厳しい厳しい、早く伸ばしてくて。ノリアとマーク、イエスありがお花ね。ワンちゃんも宇宙行ったよね。あのワンちゃんでしょ、あれ名前なんだったっけ、あのワンちゃん、有名なワンちゃん。うん、皆さんありがとう。なんか最近話題になってたけど、なんかさ、それさ、話題になってんのは聞くんだけどさ、なんで、何で話題になったんですか。元ネタはどこからなんですか。誰がそういう発言をして話題になったとかなんですか。なんか私話題になったっていう話しか聞いてなくて、なんでそういうのが話題になったのかはちょっとわからない。ウトさんありがとう、ヒデギさんありがとう、花。はあ、なるほどね、そういう本当に、はは、ちょっと難しいわ。なんかちょっと、ああそうなんだ、なるほどね、そういうのが元ネタなんですね、元のあれなんですね。最近よく流れてくるから何があったんだと。大丈夫だよ、みんな生まれた時から身長50センチの赤ちゃん、もうみんな人権っていう。あ、でもこういう話はあんまりしない方がいいか。まあまあまあ、いますか。まあ他の話しましょう、ちょっと他の話しましょうか。ルルルルルブーメイ。ちょっとこの話は危ない気がする。危ない。ちょ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 。まあでもそろそろ終わらないといけないか。そろそろ充電もなくなりそう。男性の理想の身長もね、あのね、的確な回答ができる気がしないので、あの回なしということで回なし。まさくまさん、ありがにくまん。人面犬ね、人面犬の話ね。人面犬って一時期私が小学校の時に流行りましたよね。あと妖怪ウォッチでも人面犬みたいな妖怪が出てくるから流行ってたね。懐かしい。お、最後握手した時より身長伸びた。マジ、私もちょっと伸びたかもしれないけど、あんま伸びてないよどっちやね。エイトの日の生写真を注文するね、明日。あ、本当にありがとう。ねえ、私も配信したら重要なくなっちゃう。
話は、今日は金曜日、金曜日か。ってことは明日土曜日か。早いな。早いな。うん。早いね。そう、顔色真っ青じゃないよ。本当だ。めっちゃ星になってる。今の身長ちょうどいい感じ。ありがとう。ほう。ちょっとさ、ちょっと疲れちゃったな。疲れちゃったな。日曜日の動物見ますよ。予定ではツインテール えいということで、皆さん何か私に聞きたいことはありますか。答えます。かっこ答えれるものはレミちゃんもひゆかちゃんも JK になったよ。で、年の流れは早いよ。時の流れは、間違い、時の流れは早いよね。もう中学生メンバーいないってことでしょ、 AKB48 には。びっくりだよね。私も入った時は中学2年生だったのにな。歌の質問コーナー。このコーナーは皆さんが私のために質問を絞り出して絞り出して質問をするコーナーです。赤ちゃんは何色が可愛いと思いますか。私はまあやっぱり茶色のベーシックな赤ちゃん茶色は好きなんですけど、黒色とか白色も可愛いなと思います。あ、白色もいいですよね。私はまあ茶色がいいかな。そうですね、中学生の女子が好きな皆様は17期生の顔で中学生が入ってくることを楽しみにしててください。今の話し方ひゆかちゃんみたい。いや、私ね、あのね、ひゆかちゃんがショール入ってきてからよくね言われるんですよね、似てるって。でも私もひゆかちゃんの配信を見た時に、あ、確かに言われる理由わかるかなと思いました。ちょっとね、このなんか、はい、ね、なんとかでしょみたいな、ちょっとこの話し方がちょっと似てるのかなと思って。宇多田の好きな男性有名人は、これはライクなんですけど、私、まあ、有名人っていうか YouTuber で積分サークルさんが好きで、積分サークルさんが好きなので、なんか積分サークルさんのこの人が好きとかではないんですけど、積分サークルさん好きですよ。そう、有名人、そう、 YouTuber、そう、スキムサグさん好きですね。面白い動画が。資格には興味ある。資格はありますね。なんかこれ取りたいっていう資格、取りたい、なんか資格といろいろと気になるなってなります。そう、ジョン・トラポルタ、どうした、チャランポランタン、なんかみんなカタカナがちょっと並んで、ちょっとわかんないんだけど、三角はちょっとみんなさ、ちょっとシュ、あのさ、何の三角か教えてくれないかい。ちょっと単語が来るからちょっとわからないよ。さらに仲良くなりたいメンバー、ユージさん、なんかユージさんは話すんですけど、なんか元話したい。クラゲちゃん、最近またハッツに話し方似てるって言われたこと、いるんですね。長崎ちゃん、
恐竜。特に好きだな。さんってこんな服着てたっけ？ピンクのイメージしかなかったけど。イエーイ。ひつまぶし美味しいよねー。きょうかちゃんメイクして、きょうかちゃん何、きょうかちゃん配信ではしてるの。ふう、あーわかるー。お風呂入って、あ、メイク落としてお風呂入って、ストレッチして、スキンケアして、髪の毛乾かして、終わりかな。ん、終わりじゃないな、ちょっと勉強 したい。アッツの特技は口笛。あ、結構なっちゃった。これからのよ、あ、言ったね。最近スマホの充電がすぐなくなるんですけど、買い時ですか。いやー、まあまだ耐えたいところはあると思う。私の母もめっちゃすぐに充電なくなるんですけど、まあそろそろですね。ラジオ面白いんだ。聞いてみて。ミッツァを動物で例えるなら、鳥。ほかちゃんそんなすごい気になるじゃん。どんなメイクしてるのか気になるんですけど。一人暮らしって寂しくない？私一人暮らしなんて一言言ったことないんですけど。してるなんて言ったことないんですけど。バイトするのは何したい？バイトは何したいかな。カフェ。あとは和菓子屋さんですかね。おすすめ赤い本みたいな、赤いだっけ、そういうのなんか昔読んでたのは。どこにいる？どんなメイクしてるか見たいんですけど。今なんかめっちゃ配信してるね。まあそう、宇多田はずかさんは動物で例えると何？何ですかね。あ、本当だ。メイク濃い。でも今日メイクさんにしてもらったやつなんだろうね。普段のメイクじゃなくて。でも思ったより普通だった。私普通やった。夜にね、口笛吹くと蛇が出るって言いますけど、蛇出たことないんですよね、私。うたらに覚えてもらうには、あどれくらい握手会とか行ったらいいですか？ちょっと行ってみないと分かんないから、一旦行ってみよう。大人の色気欲しいですか？まあ無料でいただけるなら欲しいですね。最近はミステリー小説を読むようになりました。珍しい。いいですね、ミステリー小説か。もう読んだことないな。マックで好きなのは、マックあんまり食べないけど、ハッシュドポテトかな。いいな、着てるよ。だ、多分、ね、感じ違うから違う方だと思いますよ。うさぎ、宇多田さんのスマホって触ら、ん？触れないようにできる、本当？嘘かな。もしかして宇多田ハツカちゃんが変なのか。なるほど。そういうことか。そ
そういうことだ。ミクさんはいつも同じ方ですか？違います。スガキ屋おすすめメニューは無難ラーメン。後ろはいません。クレープ買うなら甘い系、甘い系です。やっぱクレープは甘いのが好きですね。そろそろ始まりにしましょうか。ありがとう、みんな質問を絞り出してくれて1時間経ちましたので終わりにします。じゃあランキング読みますか。回転寿司何皿食べるんだろう。でもまあそんな食べないけど、食べて10皿とかじゃない。食べてたくさん食べたら10皿、まあ、4、5皿だと思います普段は。13位、ドナルド・トランプさん。ドナルド・トランプさんありがとうございます。12位、大ちゃんアットマーク UF2 次元裏切らないさん。大ちゃんさんありがとうございます。11位、ジュニアさん。ジュニアさんありがとうございます。ありがとうございます。10位、ユーマさん、過去熊本さん。ユーマさんありがとうございます。ありがとうございます。9位、ヒレキさん。ヒレキさんありがとうございます。ありがとうございます。8位、スノーさん。スノーさんありがとうございます。スノーさんありがとうございます。7位、台湾夜嵐。20日、髪型かわいいよ、おやすみありがとう。台湾夜嵐さんありがとうございます。ありがとうございます。6位、ノリアットマークユーさん。ノリさんありがとうございます。ノリさんありがとうございます。5位、アメジスタットマーク歌団初見たいさん。アメジスタさんありがとうございます。ありがとうございます。4位、マクさん。マクさんありがとうございます。マクさんありがとうございます。3位、チームヨーちゃんさん。チームヨーちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。2位はエースのワンペアットマークユエさん。エースのワンペアさんありがとうございます。そして1位はマーサクマさん。マーサクマさんありがとうございます。マーサクマさんありがとうございます。あのタワーいただいた方の紙まだ書いてないの思い出した。まあ以前あのタワーをいただいたんですけど、その方のまた明日はね撮影行ってきます。明日もお仕事行ってきます。明日もみんな頑張りたまえ、頑張りたまえ上からの人頑張りたまえ。明日土曜日か、やらないといけないことも思い出した。やる、おやすみみんな、バイバイ。